はい、皆さんこんにちは、コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。はい、ということでね、今日はねこちらの折り紙の限定色で美味しいコーヒーを入れようかなと思っております。折り紙の樹脂製でできている方ですね。なので折り紙ドリッパーエアーというシリーズの限定色パープルでございます。いや、見事なね紫、その日本の中ではねすごい高貴な色という位置づけかと思うんですけども、まあ、基本的な機能は、折り紙ドリッパーそのものになっておりますので、あの塩水もしくはこのウェーブフィルターでね、どっちかで入れる方多いと思うんですけども、折り紙のねドリッパーの、 あの S という1から2人用の大きさなんですけど、このカリタのねウェーブフィルターのこれは155の方ですね、がこうこれねぴったりと入るということなので、このウェーブフィルターでやるよっていう方結構いらっしゃるかなと思うんですけどね。なので今日はね、あのまあ私は深入りの方が基本好きなので、深入りの豆で、こちらの塩水ペーパーでね入れたいと思います。基本的なレシピは今日はねこちらになります。はい、ということでね早速入れていきたいと思います。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、いってみよう。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。美味しい。いや、さすがの折り紙ドリッパーという感じですよね。
もうね、今回はまあ、すっきりめに入れたような感じのね、流れになりましたけども、このあえてね、この塩水でこのひだひだとのこのね空気の層というのがたくさんあるので、あんまり阻害しないというかね、抽出をね、過抽出にもならずにすっきり入れられるといったようなね、そんなドリッパーかなと思います。でもあとはね、そのドリップポットでこうすごいね調整しながらやれるようなドリッパーだとも思っているので、まあ、ある程度ね自分のそのさじ加減というか、お好みのねこの入れ方というかが結構やりやすいドリッパーじゃないかなと思います。まあ、この折り紙のドリッパーの、まあ、良さというか、もういろんなカラーバリエーションがあるので、まあ、その色にこだわりのある方なんかはこの折り紙ドリッパーを見てみると、まあ、どれかねこう好きな色が大体あるかなっていう感じになるので、ぜひね検索してみてください。いや、落ち着きますね、やっぱコーヒーって。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で、本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒー侍各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。地層になった。